1小節目 D マイナーセブンスなんで、サムゴーストプルですね。サムしてサムゴーストプルドーツタですね。してこう擦る感じで最初やりましょうかね。こうあんまりこう引っ掛けてないです僕の場合。つく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 擦る感じでこう、まずは、前のビギナーズスラップの最初の方に行った第一視点、ここの視点はしっかり決めときましょう。このボディと腕のね、そっからこうダウンして、ダウンすると3弦ダウンすると2弦に着地しますね。こうそしてアップするときは手首の甲をこう返す感じですね。こう R と D の違い、こう僕の手癖の場合は R と D があの混ざり合った手癖の場合があるので、これをね2つとも R と D、 R っていうのは振り抜かないサンピング、 D がサムダウン、弦を振り抜いちゃう、2つ使えるようになりましょう。2つのストローク使えるようになりましょう。やっていきましょう。こんな感じで、マッキー流モテるベースメルマガはこちら、 YouTube マッキーチャンネルもよろしくね。